木55、99式高等練習機陸軍、航空士官学校の99式高等練習機、99式高等練習機は、第二次世界大戦時の第二本帝国陸軍の練習機。基番号は、五55、略称、故称は99式高九99高連など、連合軍のコードネームはイダ、開発は、立川飛行機、製造は、立川と川崎航空機、 1935年以降の航空機の発達は急速なもので、特に1937年に採用された97式戦闘機、97式軽爆撃機などは低翼単容機で、陸軍はそれまでの95式一型練習機などの副容器に代わる近代的な練習機の必要性を感じていた。折しも1938年に正式採用された98式、 直接共同偵察機の低速安定性に注目した陸軍は、翌1939年に、立川に対して98式地下を練習機に改造した機55の開発を指示した。立川では、開発期間を短縮するため、製作途中の98式地下2機を改造して、原型機とすることにし、同年3月と4月に原型機に機を完成させた。 陸軍の審査の結果は良好で、1939年7月に99式高等練習機として正式採用された。99式高練は、基本的な機体構造は98式自家鏡と同じだったが、主脚のスパッツが廃止されている点が、外観上の大きな違いだった。自家鏡機と異なり通信と爆撃の装備は廃止され、後部旋回機関銃も廃止されたが、 機種の固定機関銃はそのまま残された。鉱石は教管内始除教石となり、操縦装置や軽機板が新たに追加された。太陽立空軍博物館の99式高等練習機1940年から本格的に配備が始まり、新型練習機として陸軍飛行学校などで広く使用された。ただ、98式自家教と同様に、 翼端失速の癖があったため、低空飛行時の急な引き起こし操作は厳禁とされた。それ以外の操縦性や運動性は良好で、操縦や整備が良いという98式自家橋の長所を引き継いでおり、高等練習機としては申し分のない機体であった。生産は立川と川崎で行われ、1943年までに立川で1075機、 川崎で311機の合計1386機が生産された。このうち一部の機体は、立川式99 t リフク自家用機という名称で、民間の航空機乗員養成所で使用された。帝国陸軍のほか、満州国軍でも用いられ、太陽国軍でも運用された。太陽国空軍で運用されていた機体が、本機の唯一の現存機として、 太陽国王立空軍博物館に展示されている国境内戦時は教官が日本軍人の東北民主連軍航空学校でも使用された原型機である98式自家教と共通ありがとうございます。